昨年4月から始動している墨田区のシティプロモーション。あちらのロゴマーク、街中で見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。今回はシティプロモーションをテーマにお伝えします。そもそもシティプロモーションというのはどういうものなんでしょうか。はい、シティプロモーションは簡単に言うと、区民の皆さんと一緒になって、区のいいところをどんどん発信していきます。それで多くの人に墨田の魅力を知っていただくことで、ファンになってもらうという活動のことを指します。はい、シティプロモーションに取り組む自治体は年々増えてきていて、はい、ご当地ムービーを制作したりとか、あとはおしゃれな観光用のホームページを作ったりするなど、はい、それぞれの地域の特性を生かした PR をそれぞれしていますね。墨田区ではこれまでどのようなシティプロモーションを行ってきたんですか。はい、墨田区は昨年11月に開館した墨田北斎美術館のほか、花火大会や相撲、桜などたくさんの魅力にあふれています。その魅力を多くの人に知っていただくために、美しい写真や動画で公式 YouTube や Instagram を開設して、伝えるようにしています。このほか、友好都市との区報の紙面交換、それから区役所の職員によるシティプロモーションのアイデアを考えるワークショップなど、これまでにない取り組みをたくさん行っております。ところでこちらのロゴ、最近さまざまなところで見かけますよね。そうですね、こちらのシティプロモーションのロゴマークなんですが、例えば商品とかノベルティグッズなど、さまざまなところでお使いいただけるように今なっています。墨田のシティプロモーションのシンボルとなっているこちらのロゴマーク、現在福祉作業所のお菓子のパッケージや区民の皆さんが発行するパンフレットなど活躍の場を広げています。そしてこちらの墨田浴場組合が制作したタオルにもそのロゴマークは使われています。はい、こういうタオルです。私ども、もう3年ぐらい前からこう葛飾北斎 の、この絵とかいろんなハンコとか作りまして、スタンプ台でやってるんですが、で今年は3年目ということで、今年は墨田北斎美術館、11月でオープンするということで、じゃあ先取りして、この有名な金沖浪裏を入れて作ろうかと。でその中で区の方から人という字があるんだけどもという話をいただきまして、こういった市松模様で入れさせていただいた。ことのほかできればよくてですね、お客様が素晴らしい素晴らしいとご好評をいただいていると嬉しいです。はい、今回このタオル非常に好評だったんでね、第2弾としてまた年明けてからでもね、なんかイベント的に考えて進展したいなと考えております。そんな墨田のシティプロモーションで集中的に PR していこうというコンテンツが、墨田北斎美術館と東京オリンピック・パラリンピックです。今回は墨田北斎美術館のプロモーションで活躍中のこのお二人にお話を伺います。私たちは学芸員ではなく学芸人、北斎について学べる芸人の葛飾太めギャルメでございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今葛飾北斎来てるじゃないですか、これに乗っからないと。はい、墨田北斎美術館も無事開館したということで、いろんなところに北斎の絵が見られると思うんですけど、北斎は実は絵だけじゃなくてその人柄もすごく面白い、実に面白い、ちょっと古いんですけどね、その面白さを北斎を知らない人にも面白おかしく分かりやすく伝えることができたらだということで、学芸人ということ。墨田区の公式サイトにあるシティプロモーション特設ページということでですね、はい、その名も葛飾太め、ドラメの輪になって北斎というですねページがあるんですけれども、はい、それが墨田北斎美術館に関わる方々に美術館や北斎の魅力を聞いていくという墨夢キックオフイベントの清宮良一さん、はい、そして菊田館長、さらに墨田区長の山本区長にも、どんどん上り詰めてまいりますね。今日はその年内最後ということで、美術館を作り上げたお二人に来ていただきました。はい、人つながる墨田区、はい、というわけでですね、いろんな人とご縁をつないで、みんなも太ゲロとつながろうという一年にしたいなと思っております。はい、なので2017年も渡び更新お楽しみに。どうもありがとうございました。わあ、
鎌田さんご自身が撮影してらっしゃるんですね。そうなんですよ。もう2016年の9月から毎月1回インタビューをしているんですけれども、はい、学芸人の太目よろめさんと毎回楽しく撮影させてもらっています。シティプロモーションの今後の展望について教えていただけますか。はい、ロゴマークの普及はもちろん、葛飾太目よろめさんによる隅田北斎美術館の PR のほか、東京オリンピックパラリンピックに向けては墨田区にゆかりのあるトップアスリートやジュニアアスリートの方の紹介をしていきたいと考えています。オリンピックでは国技館がボクシング会場にもなってますもんね。そうですね。2月5日12日には区長が皆さんと直接話し合いをするタウンミーティングが予定されていて、それのテーマがシティプロモーションとなっています。また2月の中旬には、区役所職員が考えたシティプロモーションアイデアの、区民投票も行う予定ですので、そちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。私もこの番組ウィークリー隅田で隅田の魅力をもっともっと多くの方に伝えていきたいと思います。人つながる隅田区のメッセージのもと、これからも区の魅力を皆さんと一緒になって広めていき、多くの注目を浴びるような素敵な街にしていきたいと考えています。ぜひ皆さん墨田区を一緒に盛り上げていきましょう。